内山美恵です。ついに来ました。今回も板に塗るワックス講師をやっていこうと思います。今回はこちら、ホットワックス。知ってる方もいると思うんですけど、知らない方ぜひこれでどんなものか見てみてください。知ってる方はね、もう分かるとは思うんですけど、細かいブラシの使い方だったり、あ、こんなやり方もあるのねなんて参考にしていただけたら嬉しいです。それではやっていきましょう。レッツゴー。まずはじめに、ワックスを塗る時の環境もすごい大事なんですけど、この室温は温かめのお部屋でかけるようにしてください。そして板も寒いところに置いてあった板をいきなり持ってきてすぐかけるんではなくて、室温にちゃんと温めておいた板を使うようにしてください。でないとなかなかワックスの浸透具合とかも変わっていってしまうので、なるべく室内の暖かい部屋に板を置いて始めるようにしてください。じゃあ早速ワックスを塗っていくんだけど、今回使うのはこのエクストラベースバイオレットっていうものになります。何買ったらいいかわからないよとか、まず1個目のワックスだよっていう方はこれを買ってみてはいかがでしょうか。このアイロンでかけていくんだけど、これ温めておく温度は120度ぐらいです。でこれを塗るんだけど、その時の室温とかその環境に合わせてこの温度は調整するようにしてください。ちょっと近くで見てもらいたいんですけど、ここのオープン、上に上げるって書いてあるんですけど、これ開けてもらうとこんな感じで入ってますね。裏面はこんな感じです。アイロンが温まったらこのワックスを塗っていくんだけど、まずは板の火傷を防ぐために生塗りをしていきます。こういう感じで溶かして薄くね伸ばしていきます。この方がワックスも柔らかくなるし、ある程度この後に塗りやすくもなります。大体板の幅に対してこれ4列ぐらいですかね、私の板だと。まず生塗りをしてアイロンが直接ね板について火傷するっていうのを防いであげます。いよいよワックシングをするんだけど、その時に超いいアイテムありますよ。それがこちらです。ワックシングペーパーです。これね、何かっていうと、はい、これをアイロンにつけてあげることで焼き付け防止になります。さあ今回はこれを使ってやっていきましょう。これがあるとね、ワックスも均一に伸ばせたりとか、クリーニングの時に汚れを取る役割もしてくれるのでめっちゃ便利です。でここにこのワックスを垂らしていきます。こんな感じで十分にワックスを垂らしてあげたら、ノーズ方面から押さえつけてゆっくりとアイロンを当ててワックスを伸ばしていってあげます。これも室温とかその時によって違うんだけど、このアイロンを伸ばす目安となる速さがあって、後追いで5から10センチぐらい溶けてる跡が見えるんですよね。これのペースで自分のアイロンを滑らせる速度の目安にしてください。こうやって滑っていって、ワックス足りないな、滑りが足りないなって思ったら、もう一度ここでワックスを垂らしてあげます。で垂らしてあげたら、先ほどと同じようにまたワックスを染み込ませていきます。足りなくなったら今のように補充しながら進めていってください。早すぎるとここの軌道が結構長めになってしまうし、温度が低すぎると今度こう進まなくなって
ってしまって逆に焼き付けの原因にもなってしまうので、あんまり怖がって温度を低くやってしまっても結果こう立ち止まって板を焼いてしまう原因にもなりますので、適正な温度でやるようにしてください。これでだいたい3から4回ぐらいですかね、ワックスを入れてあげます。これで、ね、ホットワックスは完了です。この後にワックスを浸透させるために板を置くんだけど、触って冷えるまでちゃんと板を置いてワックスを浸透させるようにしてあげましょう。室温でだいたい30分は置いてあげます。板を冷やしたいからって言っていきなり急激に冷えた外に冷やそうって言って外に出しちゃうんですけど、それだとワックスの浸透がしづらくなるので NG です。板を置いている間にこんな商品もあるんです。そう、新発売になった交差用のワックスなんです。交差、汚れた雪用、かっこ人工雪、ザラメ雪にも対応の滑走ワックスなんです。これもバイオレットで使ったワックスと塗り方は一緒なんですけど、黒いよね、効きそうだね。なんだか春雪のシーズンとかめちゃくちゃいいと思うんで、新しいプラスアルファ欲しいななんて方はぜひチェックしてみてください。このワックスだけでもすごくいいんだけど、今回ね私も初めて見ました、交差用 D コントロール。固形タイプのワックスをホットワックシングした後に塗布することで高い活性性が得られますっていうことなんだよね。ボトルをよく振って塗り終わった板にそのまま吹きつけるだけで OK なんだよね。この液体が乾いたらそのまんま滑走 OK です。バッチリ、この板も冷えたので次はワックスを削っていく作業に入りたいと思います。では十分に置いたのでここからはワックスを剥がしていきましょう。使うのはこちらのスクレーパーというものを使います。剥がし方なんだけど、ノーズの方からスタンバってこのスクレーパーの角度をこっち側45度ぐらいに押さえたらこういう感じでワックスを剥がしていきます。イメージはもうこれで全部取っちゃおうっていうんじゃなくて8割ぐらいを取るようなイメージです。こちら側で削っていくんだけど、こっちだと板傷つけちゃったり力が均等に加わりにくいと思うので、こっち側ではやらないようにしてください。必ずこっち側を向けてワックスを剥いでいきます。ノーズの方から一方向にこのようにして、はい、テールの方までスクレーピングが終わりました。スクレーパーでエッジのところについたワックスも落とすことができます。こんな感じでね、ちゃんとエッジの部分についたワックスもこのような感じで落としてあげてください。脇にこういう90度の角度があると思うので、そこを使ってエッジの部分落としてみてください。ここからはブラシを使っていきます。じゃん、これはね黒色なんですけど、イノシシを使ったイノシシの毛のワンブラシです。これは板を傷つけないので、もうねこんな感じでゴシゴシしちゃって大丈夫です。ストラクチャーの中のワックスをかき出す感じでゴシゴシ力入れてやってください。これはね一方向じゃなくてもう前後にやっちゃって大丈夫です。フィニッシュ。ワーブラシが終わったので、次はこの白色のナイロンブラシを使っていきます。さっきのボアブラシで
ワックスを取り切っちゃう感じでゴシゴシやったので表面を磨いていきます。これもゴシゴシ前後にやっちゃって OK です。さあいきます。もっとこだわりたいなっていう方はこういう感じでブラシもいろんな種類があるので揃えていけるとなおいいですよね。これは今度テールまで行ったらノズからテールまで最後こう流してあげるといいですね。はい、これがナイロンブラシです。ベースを塗ってから同じ工程でフッ素入りのワックスを塗るとフッ素の効果でより滑走性が上がるので滑りにこだわりたい方ぜひベースワックスの後にこのフッ素入りのワックスも試してみてはいかがでしょうか。ブラシの最後です。うまげブラシを使っていきます。これはノーズからテールへ一方向にブラシをかけて仕上げていきます。これでストラクチャーの中なのに入っている細かなワックスを取り除いてあげるイメージですね。今までのブラシと違ってこのようにノーズからテールに向かってうまげブラシは一方向にかけてあげてください。さっきのブラシと同じように最後ノーズからテールに一方向に流してあげます。こんな感じでブラシはラストです。最後はこのフィニッシュクロスを使っていっぱいこすったので静電気を取り除いてあげます。持ちづらいと思うのでコルクとかこういうのに巻きつけてこすってあげるとやりやすいです。結構強めにこんな感じでこすってあげます。静電気を取ることで細かいワックスとかゴミとかホコリとかを取り除いてあげます。そして最後テールまで来たらこれもノーズからテールまで流してあげましょう。よいしょ、こうですね、こんな感じで。はーい、はい、フィニッシュクロス終わりました。ワックス塗り終わりました。丁寧にやると板の裏もピカピカになりますね。一人でワックス塗るの不安な方はガリウムのサービスマンがいろんな場所でワックス講習とかもありますので不安な方や気になる方はぜひそちらも行ってみてくださいね。今回はこれで終わりにします。最後までご視聴いただきありがとうございます。ガリウムのホームページや今使った商品は概要欄にホームページリンク貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンとまだの方チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。